水原市長水原市は大韓民国北西部の都市、軽気道の道庁所在地。ソウル特別市から南3 5トルに位置する首都圏南部の中核都市、軽気道庁所在地。中心市街地はユネスコの世界遺産に登録されている花城の城壁に取り囲まれている城郭都市。名物は水原カルビ。サッカーの水原サムスンブルーウィングスも知られる。 大韓民国の地方自治法第175条に基づいて特例が適用される特定市に指定されている。韓国では一般に人口100万人を超える都市は広域市となり道から独立するが、水原市は未だ広域市となっていない。古代は高栗の海骨群であり、統一白木時代に水木群、高麗時代に水州となった。 朝鮮王朝成立後の1413年に、水原徒府が置かれ、1796年に花城が建設されている。当時は花城に首都を移転する動きもあった。1895年水原軍となり、1914年、水原軍水原面設置、1931年度、水原九1949年水原市に昇格した。 1967年、景気道庁がソウル特別市から移転した。現在の市長、レイ秀ス水原花城の花に字文読みと、各種表記は大韓民国の地方行政区画を参照。最高気温局値は、摂氏39.3度、最低気温局値は低、摂氏25.8度、過去最新積雪は28.3センチメートルである。 営業中の路線建設中の路線市内だけでなく、周辺都市へも一般バス扱いの路線がある。ソウル特別市の車道駅、水原駅を結ぶバスが多数運行されているのをはじめ、寄政府市、城南市、市境市、花城市等への便がある。また、2000年から2007年までは、プロ野球の現代ユニコーンズも、水原総合運動場野球場を事実上の本拠地としていた。 これは、ソウルに新たに、プロ野球界最球場が確保されるまでの暫定措置としていたが実現せずに、球団は解散した。その後、水原市を本拠地とする、プロ野球新球団 k t ウィズの設立が決定し、2014年から2軍リーグ、2015年から1軍リーグに参加した。なお、水原ワールドカップ競技場と、水原総合運動場は別の場所にある。 韓国国内韓国国外、ありがとうございます。